京田陽太の22年、23年の成績、こちらバトルフェイスの成績、お前変わらんかったなとなっております。お前変わらんかったな、なお CS には呼ぶ模様。チュニドラいろいろ言われてるけど、こいつに関しては煽るネタにならんと思うわ。横浜も強打取ったけど結局ショート大和だしな。林なんだよな。横浜のショートは守備力が低いほど三浦に評価されるんや。一番のお気には林だし。お前変わらんかったな、なんでそんな頑固なんや。成績が変わらんのは分かったけど、アヘタンなのにフリースインガーな打撃スタイルも変わらんかったん。ここまで変わらんのはすごい。3年目くらいから強打は成績変わらんって言われまくってたけど、ここまで低空飛行を続けるのは草。でもチュニでは一切関係なかった CS に出られるよね。結局阿部も強打も涌井も砂田も大して変わらんかった。打てる選手が減った中日が損して終わり。でもバトルルール作った功績があるから。こんなんでも横浜のショート1番手に見えるのになぜか2軍の男。これは期待外れだわ。本拠地がバンド、ハマスタでホームラン減ってるし。ご視聴ありがとうございました。